ここまで来ましたね。いろんなことがあったけど、これでやっと聖域への扉が開かれる。さあ行きましょう。間に合うかもしれない。じゃあやってみるね。さあ精霊のみんな、力を貸して。いよいよじゃな。わしの力のすべてお前さんに託すぞよ。頑張るだす。よし、やるぜやるぜやるぜ。うりゃー、うちの根性見せたるわ。行くで。我が闇の力、すべてここに集結せん。キッス、俺も頑張るっす。さあ、私たちで最後、もう一息で扉が出現しそうよ。すいません、こんな私でどれだけお力になれるか分かりませんが、できる限りのことをやってみます。焦っちゃダメだ。もっと自分の力を、仲間の精霊たちを信じるんだ。残念。みんな、ありがとう。予想以上にマナが減少しているの。なかなか広がってくれなくて。もう一回だけやってみるね。マナの女神様、私たちに力をお貸しください。力と重なったせいで、あんなに巨大化して崩
可憐な魔導士。古代魔法をかけただけでは起動しなかったマナストーンがお前たちのおかげでエネルギーの放出を始めてくれたよ。これで我がアルテナが誇る空中魔導要塞ギガンテスで聖域へと進行開始できるようになった。お礼に私からのプレゼントだ。とっと来たまえ。獣人王並びに獣人の皆さん、ついにマナの聖域への扉が開かれましたぞ。今こそマナの剣を手に入れ、人間たちに復讐し、獣人の獣人による獣人のための世界国家を打ち立てようではありませんか。よろしゅうございますね、獣人王様。くだらん、好きにしろ。ははそれでは、さあ獣人兵の皆さん、いざ出陣でございますよ。邪眼の伯爵、どうした？ついに聖域への扉が開かれた。準備はできてるだろうな。誰に向かって言っておる。当たり前だ。お前こそ随分遅かったじゃないか。それで黒の貴公子様のご様子は？聖域への扉を開くため、闇のマナストーンを魔界から現世に出現させるのに力を使い切って亡くなられた。そうか。では黒の貴公子様のお考え通りに進んでいるわけだな。聖域への扉に入るための船は用意した。早速出発だ。あとは我々が予定通りマナの剣を入手し、黒の貴公子様を復活させ現世を魔界に変えるのだ。失敗すれば黒の貴公子様は戻らぬぞ。行けるって言ってもな、あんな空の上一体どうやって。翼ある者の父。え、
ローラントの山頂、天の頂と呼ばれるところに、翼ある者の父と呼ばれる山と空の守護神がいるの。彼に頼めば後を追いかけることができるかも。本当？急ぎましょう。頂へはローラント城から進むことができます。急ぎましょう。聖域に入った人たちを早く追いかけないと。逃がしはしない。そこです。まだまだ。簡単に勝てちゃいましたね。注意しろ。敵襲だ。こんなところかな。
したか？え、翼あるものの父、わかりました。今秘密の通路をお開けいたします。リース様、どうかお気をつけて。ところかな。を怠らずに進もう。オイラ、やる！と、参ります。結構、下に道を進めた。すぐに倒して先に進むぞ。
この勝利だな。喜ぶほどのことではない。敵道を塞いだか。すぐに倒して先に進むぞ。しょうがないわね。私に任せてもらえます？あなたは女の子なんだよね。だから怒ったんでしょ。お詫びに可愛い名前をつけてあげるから許して。そうね、フラミーちゃんってどうかしら。あ、気に入ったみたいね。よかった。じゃあフラミー、早速で悪いけど時間がないの。忘却の島上空の聖域の扉を通って聖域に向かって。
マナの聖域を。ここで先を争って激しい戦闘を繰り広げたみたいね。みんな倒れている。なんてひどいこと。このままじゃ他の連中にマナの剣を奪われるぞ。マナの剣があればローラントの再建ができるのに。皆さんマナの剣のところに急ぎましょう。最後のようだが、警戒を怠らずに進もう。逃がさない！おいらたちの勝ち！
当たるか。どうせ切れるか。勝てたな。この調子で行こう。回復するよ。参ります。セッキル注意。力の差が無しはしない。Let's go!
せ。せきよ、どうだ。危なかった。オイラに任せて。回復するよ。オイラに任せて。参ります。オイラやる。これを。回復するよ。オイラに任せて。オイラ、やる。こうか。俺たちと出会ったのは。準備はいいかい？最後のようだが、警戒を怠らずです。回復するよ。私が倒します。力の加護。皆さんは休んでいてもいいですよ。今の俺たちの敵じゃなかったな。オイラ、オッケー、任せな。こう。俺たちの敵。逃がしはしない。もう諦めた。受け切れるくせ。どうだ。ラミューザ。大変だったけど、みんなで勝利をつかんだ。オイラに任せて。回復するよ。オイラに任せて。後悔しろ。力の俺たち来世やったつもり。皆さんと一緒だと負ける気がしません。
ダメ。心を落ち着けて、剣と対話するのよ。私はマナの女神の幻影、聖剣の勇者リースよ。あなたがマナの女神様？教えてください、フェアリーは一体どこへ？フェアリーは邪悪な者の手によってさらわれてしまいました。どうかフェアリーを助け出してください。なんということでしょう。フェアリーは一体どこにいるんでしょうか。どうやって助けたらいいんですか。女神様、どうかお導きを。マナが失われ、マナの木は間もなく枯れ果ててしまいます。私もそれと同時に消える定め。もう私にはどうすることもできません。最後にあなた方にこれを授けましょう。聖剣の勇者たち、どうかあなた方にマナの加護があらんことを。待って、無事でいてください。
OK! 任せな。当然だ。どうだ。どうだ。さらに戦いのコツをつかんだぜ。残念ながら我々の負けだ。敵はすでに我らの本拠地ドラゴンズホールに乗り込み、我らの主竜帝様を暗殺した。もはや戦う理由もなくなった。グレンの魔導士をまるで赤子の手をひねるように敵の前に敗れ去ったのだ。私も間もなく消滅する。私は一度死んだ人間、竜帝様の魔力によって動いていたのだ。待って、敵って一体誰なの？誰がフェアリーをさらったの？教えて。私じゃあございませんよ。もし私だったら、こんなところであなたたちを待ってないで後ろからバッサリやってマナの剣奪ってます。なんでして？あわわ、例えばの話ですよ。まったく、せっかくマナの剣が目の前にあるの、私はあなた方に手出しできない理由があるんです。フェアリーをさらったやつ、私どもの主仮面の同士様をあっさりと殺しちゃってミラージュパレスは滅んでしまったんです。私も逆らうと殺されちゃいますから、仕方なくこうしてメッセンジャーボーイとしてこき使われてるんでございます。でもね、どうせ用が済んだら私も殺されちゃうんですよ、きっと。だから仲間になったふりだけしておいて、このまま逃げちゃおうと思ってるんです。まあ私が言うのもなんですが、それぐらい悪い奴らなんですから。奴ら聖域の出口で待ってるそうですよ。メッセージおしまい。じゃあ私は逃げますから、あなたたちも逆らわない方が賢いよ。じゃあ、オイラやる。魔物へ急いで倒し、パワーアップ、行こう。オイラの技を見せてやる。問題なく勝てたね。この調子でいこう。回復するよ。オイラに任せて。
の王女、マナの剣をこうも簡単に手に入れるとは。お前の弟のエリオットとは大違いだ。エリオットに何をしたの？フェアリーや弟のエリオットを返して欲しかったら、マナの剣を持ってナバールまでいらっしゃい。何ですって？待ちなさい！エリオット。あいつらきっとマナの剣を抜けなかったんだ。だから君が抜くのを待ってフェアリーをさらったに違いない。どうする？きっと罠だ。分かってます。でも行かなければ。美獣たちが何を企んでいるのか分かりません。でも私の父や国を奪ったあの美獣たちを許すことはできません。そして弟のエリオットも美獣たちの手に。さあナバールへ急ぎましょう。何としてでもエリオットとフェアリーを助け出さなければ。オッケー、参ります。いらっしゃい。何になさいますかな？こちらでよろしいですかな？ありがとうございます。こちらでよろしいですかな？ありがとうございます。こちらでよろしいですかな？ありがとうございます。こちらでよろしいですかな？
ありがとうございます。ありがとうございます。また来てくだされ。俺ピンシュ、フェアリーにもしものことがあったら許さないぞ。俺が参り、背中は任せたぞ。そこを動くな。そこを動くな。
はいいかい。なんだ、もう終わりか。参ります。決着をつけてやる。オイラに任せて。回復するよ。敵が道を塞いだから、すぐに倒して先に進むぞ。力の加護を参ります。
魔物。急いで倒して。そうだ、行こうか。力のカノン。覚悟するんだな。強敵入れるか。ダメージ。おいら回復するよ。おいらに任せて。まだまだ。今の戦いおいらだけでも十分だった。道を塞いだか。パワーアップ。攻めに倒してさ。参ります。気に入ります。何か気に入ります。気に入ります。気に入ります。逃がさない。放て。力の回復。まずいな。おいら、まだです。準備はいいかい。相手が悪い。めっかめ。注意しろ、敵襲だ。
注意しろ、敵中だ。これで参ります。強くなった。オッケー。参ります。雷神ついてこれないだろ。オイラの出番。どうだ、キャラの加護。オーケー、任せな。こいつで決める。寄せつけるか。ダメだ。マナの剣をこっちにおよこし。そうすればフェアリーを返してやるよ。なんて人たちなの、許せない。なんとでもおい。さあ剣をもらうよ。
少しでも動いたらフェアリーは助からないからね。さあ、ジャガンの伯爵。これがマナの剣。これで黒の貴公子様を蘇らせ、世界を我らのものに。これは。これは。マナの剣は聖なる剣。あなた方のようなよこしまな者たちをマナの剣が拒んでいるのです。諦めなさい。それがどうした。マナの剣は使い手の心を映す鏡、善にも悪にも染まる。黒の貴公子様から授かった闇の力によってマナの剣も暗黒剣として生まれ変わるのだ。やったぞ。でマナの剣は黒の貴公子様と魔界のものに。そんなバカな。もうここには用はない。マナの剣を使い、各地のマナストーンから神獣を解放して人間界を滅ぼす。人間どもが消え浄化された大地に、我ら魔界の王子、蘇った黒の貴公子様が降臨されるのだ。さあ行くぞ、美獣。せいじゃないよ。それよりも早く戻って。マナの剣が奪われてしまった。神獣の封印が解かれてしまいます。どうしたらいいの。大変よ。もう始まってしまった。あなたに戻ってマナストーンの様子を見せてあげる。目を閉じて。そこだ、敵襲だ。どうだ、
して最後のようだが、警戒を怠らずに進もう。後悔しろ。俺たちと出会ったことで。参りまし。まだまだ。驚くほど手応えがなかったな。許せない。でもまず神獣倒しに行く。進むのは骨が折れそうです。光の神獣の気配を感じるわ。探してみましょう。いなくなった。次の戦いに備えよう。先を急ぎましょう。
ちに邪魔をしないでください。よし、私たち強くなりましたね。